波がある、波が一日の中でも波がある、ね、つまり嬉しいってな、辛いってなってる佐藤君もおれば、楽しいってなってる佐藤君もおる、勉強してる時の佐藤君もおる、まあちょっと仕事してないからだけども、まあ、例えばアルバイト仮にやったとしたら、バイトしてる時の佐藤君もある、学校で授業を受けた時の佐藤君もある、うちの中にいる、親と喋ってる佐藤君もある、全然違うはずなんだ、これ一人一人いろんな自分がいるから、うん、だから発想としては自分を変えよう変えようというよりは新しい自分を作ってあげようってやつだね。仮に今の自分が例えば嫌いだったらね、今の自分が嫌いだったら自分を変えよう変えようなんて思わずに、新しい自分をもう一個作ってみっかって思うんだよね、発想としては、ね、変えよう変えたらこのお風呂になってる時も変えようなんて思うんだよ、変えらんねえからな、もう二十何年生きてんだから、それずっと、ね、二十何年生きてるやつを変えようなと思ったって、そうそうは変わんねえから、ね、でも新しい自分を作ってあげるってことができるわけだよね。だから勉強が嫌いだった自分もおると、まあそれはそれとしていいと、頭使うのが嫌いだった自分がいると使うじゃから、まあそれはそれとしていいと、ね、まあ基本的に人間そうだからね、頭使うと使うじゃん。でも頭使ってちょっと楽しいなって思う時もあるんだよね、要するにできなかった問題ができるようになった時とか、うん、その体験を積み重ねることによって勉強することが楽しいと感じられる自分も新しくできるわけだから、だから勉強ができないとか嫌だとか思っちゃってる自分を潰そうとするんじゃなくて、これは置いといてもらって、置いといてもらって、すぐもう一個作るという発想になるよね、心の持ちようとした。はい。ということでね。